犯人のトンチの効いた言い訳がじわじわ来るということで見ていきたいと思います。まずこちらですね、胸は触っていない、ブラジャーは触りましたという言い訳ですね。こちら愛知県で小学校教諭の男が掲示物を貼るのを手伝ってほしいと言って女子生徒を呼び出し、膝の上に座らせて胸を触るなどしたという事件のその先生の言い訳ですね。はい、このようにね、こちらの先生胸は触っていないと言っているんですね。でもブラジャーは触ったとも言っていて、じゃあもうそれ触ってるだろと言いたくなるんですが、まあ、そもそもねブラジャー触ってる時点でダメですからね、もう素直に認めろよと思うんですが、もうこちらね非常にトンチの効いた言い訳ですね。もうブラジャーもねアウトなんで、この言い訳は通用しませんね。次こちらですね、電車を遅らせたのは間違いないが19分も止めていないというものですね。こちら兵庫県で男が最終電車にしがみつき、その電車が7メートル進んで緊急停止し、電車が19分遅れ約700人に影響したというもので、男は酒を飲んで帰宅途中でその終電の電車に絶対に乗りたかったと言っており、その事件に対しこちらですね、電車を遅らせたのは間違いないが19分も止めていないということで、まあこちらもね止めてるやんと言いたくなるんですが、そんな長い時間19分も止めてないと一部否定したということで、まあ電車がね7メートル進んで止まって、まあそれが19分かかってるとは思わないんで、男が電車に19分しがみついていたわけではないと思うんですが、まあその後もね安全確認とかも含めて19分遅れが出てるんでね、もうこれは19分止めたというか、そもそもしがみつくなという発言ですね。はい、こちらもね電車を止めたのは間違いないので時間は関係ないということですね。次はこちらですね、胸の筋肉を確認しただけで猥褻行為はしていないというものです。こちら大阪の消防士の男が路上で女子高生に公園を探していると声をかけて道案内をしてもらっている途中に胸を触ったというもので、その時の消防士の男の供述がこちらですね、胸の筋肉を確認しただけで猥褻行為はしていないということで、まあ消防士の人ね、まあ、筋トレとかしてるイメージがあって、まあ筋肉に興味があって触ったのかな、じゃあしょうがないか、とはならんやろというね、言い訳ですこちら。たとえ筋肉の確認であってもね、いきなり胸を触るのはダメだ、ということですね。次はこちらですね、女風呂の構造がどうなっているか見たくて覗いた、というもので、こちら石川県の入浴施設で中学校の元校長の男が男性浴場で何度もジャンプをして壁越しに女性浴場を覗き見したということで、もう絵を思い浮かべるだけでちょっと笑っちゃうんですが、その時の元校長の発言ですね、女風呂の構造がどうなっているか見たくて覗いたということで、もう女性の体にはね興味がない、あくまで女風呂の構造が見たくて覗いたということですね。もうそんなジャンプして見れる壁の高さなんですかね、むちゃくちゃハイジャンプしてたのかもしれないんですが、まあ女湯のね覗き見はダメということで、こちらの言い訳もねもちろん通用しません。次はこちらですね、第三者が私のズボンの中に手を入れてきたために女性にかかってしまったというもので、こちらは通勤ラッシュの小田急線の電車内で女性のスカートに体液をかけたとして男が逮捕されたものなんですが、その時の取り調べに対しての男の発言ですね、第三者が私のズボンの中に手を入れてきたために女性にかかってしまったということで、この発言が正しいのならばこの男も被害者ということに、ね、なってしまいますね。この謎の第三者がこの男に電車内で痴漢をし、その影響で男の体液が女性のスカートにかかったということがね連想されるんですが、もうこの男はとんでもない天才かもしれませんね。加害者から一気に被害者になる可能性まである発言ということで、もうこの事件の真犯人、謎の第三者が今もね捕まらずに街で普通にね生活しているかもしれないということでね、もう痴漢にはね気をつけましょうということでね、もう言い訳する前に反省するようにしましょう。以上です。